続いてのコーナーは武器を持てストライカーよキックオフガチバトル。イエーイということでブローロ持ちネタになったね完全にねいいねそれね持ちネタになったいい、はい、ブルーロック内で生き残り世界一のストライカーになるためには、はい、己の武器を持ちそれを覚醒させることが重要でございます。間違いない。そこでこのコーナーでは僕たちがそれぞれの武器を見出すためにいろんなゲームでガチ対決していきます。おいいろいろやってきたねやってきましたね、はい、そして今回の対決内容は変則ボールリフティングです。おー何それ。なんでもなんかあれだね、徐々に寄ってきたね、ちゃんとね、ちゃんとねサッカーになってきましたね、うん、ね本当に徐々にだけど ね、うん、はいなってきました、はい、こちらルールは簡単でございます、うん、こちらの変則的な動きをするこれですね、うん、こちらのボールを使って何回リフティングできるかというシンプルなゲームでございます。お変則ボールとは何かっていうことですね。なんか重心がずれてるらしいね、このボールのボール自体の、うんうんうん、なんかちょっと一回落としてなんか変化を見てみると、あじゃあまず普通のボール、こちらがね普通のボールなんですけれども、普通のボールはこうやっててもほらなんか結構真上に跳ねるね、真上に跳ねる感じです。確かに。そうじゃあこちらが変則ボールということで、あとどうなるの、いきますね。確かにわめっちゃ動く、しかもなんか返ってくるもんね、返ってきましたね。なんかそれだけやっぱ重心がちょこちょこ移動するんだ。ほら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 、まっすぐ落としてるのにね、うん、こっちに行ったりいろんな方向に行ったりしますね。何の映像なんだろうな、わかんないはい、こんな感じの変則ボールでございます。はい、ちなみに負けた方にはイエローカードが出されます。前回の放送でですね、浦さんが1枚もらっているので、うん、今回負けると次回の放送で何かがあるかもな。イエローカードこちらにね、イエローカードもらえますよね。ちょっと僕にあの日本語しかわからない、日本語を言ってんすよ、日本語ですよ。イエローカードちょっとわかんないな本当はい、うん、ではね早速チャレンジしていきたいと思います。はい、やっていこう。じゃあどっちからいきますか。じゃあ俺からいくか。はい、じゃあその変則ボールを借りて、はい、しかもねあれですからタスク君は経験者なんですよね。まあ経験者あの、はい、この靴見てくださいよこの靴いやまたしてもこれですよ。やらされるのやらされるの分かってたでしょねえブルーロック放送したんだからねえ、はい、どうせやらされるんだろうなって分かったでしょ、うんまあ、俺毎回それに備えてちゃんとスニーカーだ本当。これがね勝敗を分けましたね。ねはい、まだ始まってないけどそうですね、まだ分からないですよね。だからちょっとまあね、カイト君の胸を借りるつもりでちょっと頑張りたいと思います。はい、じゃあ行くぞ。それでは、はい、早速チャレンジしていきましょう。浦さんの挑戦です、どうぞ。うっはい。なんえよし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 、あ変則ボールってこうやってあるんだ、なるほどね。ちょっと待って、一発勝負じゃないですか。一発勝負、え何ちょっと、え何かありました今なんかあったあれなんかあった、記憶飛んでません。そうやっぱ海斗君は経験者だからやっぱ胸を借りるつもりで、じゃあループしてんだよ、はい、ループしてんだよそれはい、思いたいと思います。はい、はい、じゃあいきますよ。行くんだね。はいはい、早速チャレンジしましょう。はい、では、はい、早速1回目のチャレンジ参りましょうはい、浦さんの挑戦です、どうぞ。はいじゃあさっき見たよそれ、その光景さっき見た、見た。僕帰りますはい、ということで僕はちょっと、はい、0回、1回、どういう、あれ、1回ですね、1回に、1回、いやでもちょっと、あ、1回なんだ、1回か、1回、まあ仕方なく1回にしといてあげますよ。どういうことですか、はい、じゃあ1点もらってんだからいいじゃないですかしゃーなしっすよ、ほんとしゃーなしじゃない。はい、じゃあ、タスク君のチャレンジしてもらいましょうか。はい、行きましょうか。自信のほどはどう、なんか1回ちょっと練習したもんね。だって1回以上やればいいんでしょ単純にハードル低くなんかせこくないそれちゃうちゃう、あなたが作った現状ですよこれは悔しいな、なんかまあ分かんないですからね、この靴ですから、はい、まあ確かにその靴だからどうなるか、できないかもしれないですからね、分かりませんから、はい、じゃあいきましょうか。はい、じゃあタスク君のチャレンジお願いします、はい、どうぞ。おえすごっ、えうわ本当にそれ変則ボールやばっうおーすげえすげえ、なんで、18回、いや
それはやめときましょう、ちょっと18回って、なんかすごい、すごいみたいじゃん、なんか海人くんが、海人くんがすごいみたいじゃん、すごいけどすごいって言ってもらってるんですよ、ちゃんと。いやでも何、びっくりした、ね、今の一瞬で変速ボールでなくなったのそれ、ね、急にそっちと入れ替わった感じ、入れ替わったんじゃないかぐらい綺麗にやれたね、意外といきました、練習時全然うまくいかなかったんです、ね、そうだよね、3回ぐらいで落ちてたから、ね、意外とうまくいきましたね、コソ練してたしてないよ、してないんですよ、やってんなということで、はい、まあ、2回目でございます、ということで変速ボールリフティングの勝者は、はい、海人くんでーす自分で言うのちょっと面白いな、ありがとうございます、海人くんでーす、はい、海人くんの一人称海人くんかもしれないです、かわいいね、はい、ということで浦さんがイエローカードということに、はい、なりますね。いや俺にはレッドカードがあるんだから。甘くてもっと悪いんだよ。はい、ということで今後もさまざまな競技でガチ対決していきますので皆さんお楽しみに。はい、お願いします。絶対コソ練してたってマジで。してねえよ。